市議会議員の川口博史です。以前ですね、市の今までで言ったら、お金が全然足らなくなるという話をさせていただきました。850億ぐらいですね、足らないというような、4年間でですね、見込みが出ておりました。そういった中で、今市長サイドの方でいろいろな補助金の見直しや合理化の提案がなされました。ちょっと辛辣なものもあるんですが、私は一定の提案をなされた、こういうことを、内定に挙げたという意味では、評価をしたいと思います。それをやはり、一つの見方で良し悪しを判断するんじゃなくて、しっかり意見を出し合って、これはやっぱり残さざるを得ない、残した方がいいもの、またこれはやむを得ないけれども、縮小していっていいもの、これはみんなが一致することはないと思います。ただまずスタートを切らなければ始まらないという中で、各局が見直すかもしれない候補を挙げたということに対しては一歩前進かな。しかしここに挙げてきてないものもありますし、市長給料は減額をしたのを元に戻したまんまとかですね、本当に挙げてきてないものもみんなの中で、いやこういうとこもやれよというのも出していかなければなりませんし、挙げたものについては真摯に議論ができる体制が組めたらな。それとまた850足らないというものを新規の物件、例えば市民会館の建て替えやアリーナは入ってないと思います。もう少し将来の行政事業にどれぐらいかかっているのかをですね、しっかり分かりやすい形でどっかに公開した方がいいのかなと。その中でたくさんの方のもうこういう部分は少し見直してもいいんじゃないかという意見もいただきながら、財政改革をしていきたいし、そういう意味では、一歩踏み込んだですね、思い切った、取り組みができればなと思います。そういう点に関しては、民間でできることは民間にお願いしていった方がいいんじゃないかなと私も思いますし、中にはやはりしっかり行政が責任を持って守らなければならない部分もあると思います。もう一つは国で決められててただ運営してるだけとも歯がゆみもありますので、文献もしていただけばならない。そういった中で、しっかりと、無駄にならずに一つのものを作ったら効率的に回る。例えば公共施設だったら、地下鉄や、交通の便がいいところに考えていこうとか、その駅の周りには、自動車じゃなくて、歩いて来れるように来れやすいような街づくりとか、ある面では、施設を作る時もじゃあ広い土地を買うよりも、いろいろな他の施設、例えば、駐車場がたくさんいる施設だったら、例を言いますとプールとかだったらですね、民間の商業施設の横に一応プールは一緒に使ったり、民間はよくやってあります。そういったこととかですね、いろいろな、中で、どうやって費用をですね、たくさんかけずとも同等以上のサービスが勝ち得るのか、ぜひ研究していきたいと思います。